ロシア切手ブラジーミル・ビソツキー、1999年、ブラジーミル・セミョーノビチ・ビソツキーは、ソ連の詩人、俳優、シンガーソングライターである。日本語では、ウラジミール・ビソツキーやビソツキーとも表記される。1938年に、モスクワで生まれた。モスクワ芸術座演劇学校卒業。俳優としては、リュビウモフの多眼科劇場に加わり、ハムレットの演技で名声を得た。1960年代に、ブラート・オクジャワラと吟遊詩人運動に参加し、ソ連市民の心を、しわがれ声でギターの弾き語りを始めた。あまりにも激しい体制批判ゆえに、生前には一冊の詩集も一枚のレコードも出すことを禁じられていたにもかかわらず、彼はヒーローとなり、同時に良心であった。彼の歌を収録したカセットテープは何度となくコピーされ、人の手から手へと渡され、ソ連中に広まった。モスクワから遠く離れた小さな村の家の窓からさえ、彼の歌は鳴り響いていたと言われている。真実の死と情熱と勇気と、ギターを抱え、しわがれた声で歌うビソツキーは、一人で全体主義的管理と状況に立ち向かい、モスクワオリンピックの最中に42歳の若さで、言った。葬儀の行われた多眼科劇場の周りには前代未聞の10万人から20万人の人々が集まり、数千人のオリンピック警備陣が流用された。ロシアのジャック・ブレル、ジョン・レノンやボブ・ディランと評する人も多い。没年についてもジョン・レノンと同じである。ロシアの国営テレビや世論調査機関などが共催したロシアの英雄を選ぶ人気投票でニコライ2世、スターリン、レーニンに次いで4位になっている。ロシアの歌手、アレキサンドル・グラツキーが、ビソツキーが亡くなったのと同じ1980年に、ビソツキーを追悼する歌、ソングを発表し、ソ連国内で大ヒットした。ソングは1990年の第41回 NHK 紅白歌合戦で、グラツキーが歌唱し、1991年発売のグラツキーの日本国内版。ソングにも収録されている。ブラジミール・ビソツキーの最後の妻は、ロシア系フランス人のマリナ・ブラディである。マリナは、1963年には、カンヌ国際映画祭で出演した映画、女王蜂で最優秀主演女優賞をするなどの、フランス映画の重鎮的存在である。ビソツキーのレコーディングは、フランスで行われたものが多い。ミハイル・バリシニコフとグレゴリー・ハインズの共演で話題と、なった映画、ホワイトナイツ、白夜でも、ビソツキーの歌が使用されている。ミハイル・バリシニコフ演じる亡命ロシア人、バレエダンサー、ニコライ・ロドチェンコの乗った飛行機が事故により、ソ連領シベリアに、藤木、KGB の監視のもとに軟禁状態になる。かつての恋人は、彼女が恋人ニコライ亡命後のソ連で生きるために、KGB の諜報員の下にいたが、キーロフ劇場の舞台でラジカセでビソツキーの歌を聴く彼女の本心を知り、脱出の助けを求める。ラジカセが大音量になり、ビソツキーの歌声をバックにニコライが踊るシーンは圧巻である。しかし、サウンドトラックには収録されていない。ロシアからの輸入版は、ソビエト連邦の崩壊以降、ロシアの政治、経済が安定していくにつれて、東京、神田にあったロシアレコード輸入販売店、新世界レコード社が扱っていたため、次第に容易に入手できるようになっていた。しかし、2007年に同店が閉店したため、再び日本での輸入版の入手が困難になっている。なお、大曲時からアルバム、大地の歌が発売されている。宮崎駿はアニメ映画、風の谷のナウシカのエンディングにビソツキーの大地の歌を使用したかったが、版権の問題がクリアできず実現しなかった。NHK では、五木ひろゆきをホストに、教育テレビスペシャル、モスクワは忘れない吟遊詩人ビソツキーの歌を1992年4月16日に放映した。テレビ朝日、タモリクラブのコーナーである、空耳アワーでもたびたび投稿されている。1990年から1991年に、かけて TBCM に暗闇でが使われた。ありがとうございます。